トシです、このコーナーでは、フリースタイルフットボールのトリックを一つずつ解説付きで皆さんに教えていきたいと思います。今回のトリックはテールフットクラッチです。クラッチっていうのは、ボールを挟む技のことで、今日のテールフットクラッチっていうのは、足、ももの裏とお尻のあたりで、上げたボールをキャッチする技です。テールフットクラッチのコツは、まず、ボールをよく見ること。ボールをよく見て、足を折ったときにちょうどここにボールがすっぽり入るスペースができるので、そこで、タイミングよく挟む。ボールをよく見てタイミングよく挟むというところがコツになります。